するしない。名古屋ドッポの至極の一曲。おはようございます。おはようございます。さあ今回も始まりました、はい、至極の一曲。もうねタイトルコールも慣れたもんですよ。慣れたもんだけど、はい、ちょっと食い気味だったでしょ今。え、名古屋ドッポのみたいな感じだったからちゃんと最後に言わせて。あのね、先輩はすぐマウント取りに来るから。それ違う違う違う、そういうんじゃない、そういうんじゃない。今のちょっと食い気味だったからもう一回やり直したいとこだけど、うん、もう時間がないから許す。今回は続けて、うん、続けてる、すごい。さあね、はい、もう慣れたもんで、はい、結構回数もこなしてきたんですが、はい、今回の題材は、はい、かなり前の題材でね、はい、もう今映像出てるんですけど若いもんね。若い、みんな若いけど、うん、これを見たらみんな思い出すと思う、うん、はい、この対局自体がものすごい反響を呼んだ対局だったんですよね、うん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 、当時 DVD にもなってますし、僕もまだプロになりたてぐらいかな、はいはい、の時に見て、もうとんでもない人たちだよこの人たちはっていう対局の中の、まあ、1曲をちょっとフォーカスしてみたいなと思うんですが、はいはい、まああのこの対局自身が面白いのもあるんですが、全員の若さも見ていただければ、はい、そうですね、はい、思いますね。じゃあ早速タイトルコールから、はい、見てみたいと思います。はい、ジャンゴー VS 最高位神々の戦い。はい、ということでね、はい、今回は、これ何年前ですかね、7年前の獅子公演。はい、僕まだお母さんのお腹の中にいた頃ですね。ちょっとマジで31でしょ、その時。その時31でしょ。都合ね、都合。あ、7年前。あ、そっか、24歳なの私。出た、若さマウント。若かったぜ。7年前ってやっぱこんなね、まあ、今回の題材はまあ、主に当時最高位を獲得している今のパイレーツに所属しているあの石橋プロ、はい、石橋信人さんね、はい、それからあの卓上のファンタジスタ、はい、ことあの鈴木達也プロ、うん、はい、この2人の打牌に主に、注目をしていきたいと思う次第でございます。そう、あの今回のはなんか、はい、いつもね至極の勢いで解説いっぱいしてきたんですけど、うんうん、もう今回のはとにかくもうこれぞこの2人だなみたいな、うんうんうん、打ち方だなっていうのですごすぎたんで、まあ、あのなかなかねこの2人の神々すぎて思考を取り上げられるか難しいんですが、うんうん、僕たちが思っていることもちょっと言いながら見ていきたいと思いますので、早速いきましょう。はい、はい、ではそれでは早速見ていきたいと思います。はい、この獅子降臨ですね、2012年の、はい、これ皆さん見覚えないですか、この4人当時ものすごい、はい、本当に素晴らしい対局だったと言われたね、うんうん、この対局の当2局、親は石橋プロ、この時最高位のとそうそうたるメンバーですよね。そう、7年間この4人一線級に居続けてるっていうのはすごいですよね。すごい、もうそれは本当にすごいことで、はいはい、でまあ、 あの4回4半チャンやって、一番成績が良かった人が優勝というルールですね。はい、ドラガリャンマンでもね、最高位の石橋さん、うん、ハイパー良かったですね。そうですね、最近ね、あんま言いたくないけど、うんうん、石橋さんハイパーいいことあんまないもんね。いや、僕はよくわかんないです。お、これ達也さん、これすごいですよ。そう、皆さんよく初チューン知ってますよね、もうね、うん、鈴木達也さんの何がすごいって、うん、もう本当にこの手役派の極みまでいってる感じのね、もう鈴木達也さんがもう初ハクチュンチュン、あ、ハクハクハクチュンですよね。これもう解説のね、土屋さんが言ってましたよね、うん、この初を一泣くするような男じゃない達也は。でも実際僕たちも一緒の番組に実は出させていただいたことあってね、この初一泣きする達也さん見たことないですもんね。ないですね、ってぐらい腰が重い打ち手なんですよ。でこれもうね、やっぱ日頃から手役を願っていると手役の方から歩いてくるんですよ。そう、それぐらい幸せは歩いてこないけど手役は歩いてくるんですよね。何なんだろうね、はい、達也さんのこの手役の極みというか。そうで、まあこれはもうね、やっぱり郷さんですよね。郷さんもしっかり、でも打点めっちゃ見えるね、中日まで見える、ね、仕掛け入れます。で、この時ね、今これ石橋さんの手配なんですけど、はい、これ達也さんこのいい装置でもう金満確定じゃないですか、賞賛本日チャンタ、うん、この印象も 100% チーしません。このチーしてる見たことないですもんね、うん、ないですね。え、ちなみに僕はもう神ちゃんの皮につく前になります。チー、あ、それダメです。
それはダメ、上がり放棄になっちゃう。だってハネマンだし。それもう競技規定に乗っかってしっかりやってもらわないと。ほんとね、うるさいよね。っていうの泣くんですけど、達也さん泣かないんだよね、これを。で、今ものすごい手になってて、これ優勝引いたのよ。ちょっと止めよう。これね、数えましょう。本一、ちゃんた、小三元。本一、ちゃんた、小三元。9本折れてるね。はい。闇倍。はい。しかもなんならね、1本貯金じゃない、1本余ってる。余ってる。うん。前もあれ8からだからね、9もいってたらもうそれはいいよね。4巡目に、っていうか、そもそもよ。うん。4巡目にこの手になることあんのない。っていうレベルじゃない。うん。でも、達也だから。みたいな感じでみんななるじゃん。手役の方から歩いてくるんですよね。そう。これなんか、うん、石破さんこんな手あんま なってること見たことない。石破さんがこうなる前もう泣いてる。泣いてるじゃん。郷さんにしてもそうじゃん。うん、もう達也さんだからこそなんかなってる感じをまず、うん、当時思ってて、すげえわって思ってたんだよね。やっぱ鈴木達也だよな。ってなる、うん。やっぱりこれが真骨頂かなっていうぐらいの手が入ってるじゃない。うんうん。こっからね。これはさすがにね、いや、これはさすがにダウンで倍満ですよ。これはもう、うん、打てないじゃん。顔見てこいじゃん。うん、2万ローピン、数ピン、数万ローマン手出しよ。うんうん。で最後な。マンズいりません、ピンズいりません。自敗の方が大事です。そう。からのここよ、こっからよ。リーチいっちゃうんだもん。お、闇ダフったのリーチいっちゃってんだもん。これは確かにね、リーチして積もると3倍満ですからね。そう。これリーチってすごくないと思って。僕はこれは、リーチはできないです。できないよ。うん、けど、やこれリーチっていうのは、本当に達也さんはすごいなと思ったの、うん、当時。まあ、確かにね、この、やっぱり、もちろんリーグ戦とかとは全く違って、この4半チャンで勝負決するっていうので、うんうんうん、最もやっぱり決め手となるのは、しっかり決めるっていう、あのルールに沿った打ち方だと思うんだよね。うんうんうん、今思い出す、もうちょっと僕も強くなってきて、今思い出せば、あ、これリーチもありなんだなって思わせてもらった。だってね、バイマンを、出上がってもトップじゃないことはあるけど、3倍マン積もったら結構トップですもんね。トップね、うん、しかも役フォーインツチャンタでもいいわけじゃない、別に、うんうん、なんかチュンじゃなくてもいくらでも変えてもいいし、うんうんうん、みたいな感じの、やっぱリーチって言えるこの達也さんのかっこよさ、はいはいはい、っていうのをまず皆様にお見せしたかったなと。これ、石破さんも割と遠慮なく言ってますね。そう、まあ、でもチーマはね、数万切ってるんで、でも筋なんで、もう急走も言ってますもんね。そう、まあ、なんだか分かんないじゃない、とりあえず今、うん、であと、やっぱ今自分が親で4回で一番あの勝ってないといけなくて、うん、で、親ってやっぱり上がり点も高くなるけど、積もられた時のね、支払いも多くなっちゃうんですよね、うん、っていうところ込みで、まだ負けねえぞと。ここではまず簡単に引かないぞっていう、はいはい、これが石橋さんの強さなんですよ、うんうんうん、実はこのちゃんと緻密に計算してどういったのが一番得になるかっていうのを考えてやるんで、うんうんうん、でこれ今いいシャンテンじゃないですか、ルッドランにくっついて、はいはいはい、普通にやったらなんかパーソンになりそう。そう、これもそうすごくないですか。これ老僧を切った理由ってどんなところなんですか、近藤さん。いや、これ実際、うん、結構達也さんの手が変則手だと思ってるのもあると思うんですが、石橋さんと達也さんも結構対戦経験があると思うんですよ、うん、はいはいはい、で達也さんのリーチってやっぱり怖いっていうのはみんなの共通認識だと思うんですよね、うんうん、今もこの当時も、うんうん、っていうので本来、まあ、もう1個あるのが急走自分で通してて三面茶に当たらない、うんうん、パスソは三面茶にはまだ当たるっていうのも1個あるんですが、やっぱり端にかかったりちゃんとだったり、うんうん、チートイツだったりはローソンよりもパスソの方が危険度が高い、うんうん、手役に絡んでるならパスソの方が怖いかなって、うんうん、要は面単品ドライチっていう皮じゃない、まあ、っていうのがローソンを切りやすくした理由かなと思うんですが、それでも切れますっていう話じゃないですか。そうですね、妻は現物なんですよ、ちなみに、うんうんうん、で、まあ、ピンズどうなのっていう革じゃないですか。でこれ特に変速手っぽいかつドラリアンマンなんで、うん、数万切っちゃうとテンパイジの打牌がまあまあ途中でリャンマン引いて振り替わない限りリャンマンになっちゃうんですよ ね、 なっちゃうね。でも変速手っていうことはリーチチートエドラドラとかっていうのは、まあ、もちろんその考慮しなきゃいけないわけで、うん、最終的にやっぱりドラが出ていくテンパイを組みたくないっていうのも一つ予想としてはあるのかもしれないですね。そう、
でもそれにしてもこの論争をやっぱ選べるのも石破さんの強さだなっていう、なかなか押しづらい牌なんで、チーピンだったり数字でまあ1回回ろうかなとかもあると思うのを強気にいける、で結果パーソンも行こうと思ってるってことだから、これはでもこれはやっぱり達也さんと一緒で、このヨハンちゃんの戦いの重みを知ってるなっていう打ち方かなと。まずこの論争で1回驚いたよね。いけるんだもんな、誰と。しかも何回もこれ、このさ、達也さんの手続きがさ、何回も怖いよね。あのね、達也さん、ちょっと、あの、はい、めくるとき絞るじゃないですか。はいはい、全部チュンに見える。やってぐらい、すげえ積もりそうだもんね。あの、達也さんの積もりそう度合いはすごいですよね。そう。あの、実際、鈴木達也さんと麻雀したことある方もいらっしゃると思うんですけど、僕たちも何回かね、やらせていただいたんですけど、怖い、めちゃくちゃ。そう、あのね、僕ずっと言ってるんですけど、麻雀界で同卓した時に、あ、やべ、勝てないかもって一番オーラを感じるのは達也さんですよね。あ、分かる。あの、初めて打った時にそう思わせてもらったというか、すごいよね。そう、あの、武士みたいな威圧感があるんですよね。で、やっぱ達也さんのリーチってめちゃくちゃ怖いんですよ、本当に。何が入ってるか分かんないから、なんだろうな、パンチに当たったら死ぬよみたいな。そうそう、わかる。今からパンチ打つけど、まあ、当たったら死ぬからねって言いながらパンチ飛んでくる。そう、飛んできてる感じだよね。死にたくないですもんね、やっぱね。もう食らいそうなところにいるんだもんね。それをわざわざ食らいに行くのはもう怖くてできないから、普通やめたくなるんだよね。で、それも分かっていながら、やっぱ石破さん押せてたじゃないですか。そこがやっぱ石破さんのまず強さで凄さだなって思ったんですよ。で、結果ね、今ね、ウーマン引いて1回回ったのは、やっぱマンズ仕掛けしてるゴーさんに対してもちょっとケアがあって、マンズも切りづらいってなって、さすがに2筋はってなって、1回撤退したじゃないですか。はいはい、お、これで石破さんイーシャンテンですね。そう。で、イーシャンテンになると1回そのメンツで見切ってあの回ったんですけど、イーシャンテンでこれなおかつ2ピンも3ピンもあのピンズのあの下が結構出てるのか、1枚も出てないですよね。うん、まあ、ひょっとしたらこれ、可能性もあるけどね。これひょっとしたら、やばい、なんかいるんじゃないって思ってる。あ、でもドラドラ。で、ドラ通ったんですよ、この瞬間。はいはいはい。で、今これドラ2枚切れなんですね、確かに。そう、ドラ2枚切れで、もうポンもできない。うん、さあ、何を切る、うん、っていう状況ですが、これ実際ドッポさんどうするんですか。これは3ピンですね。そうですよね。はい、A ピン切ってたとしても、はい、3ピン切りそうですね。打点がやっぱありますもんね。はい、あとやっぱりあのリャマンの5枚目がね、泣けるかもしれないし、ね、ああ、それはないダメな、危ない、よかった、それはあるって言いそうになったけど、よくこらえた自分、それはない、全然。そうか、うん、それはなしとして、それでも3ピン切りますか、やっぱり。うん、やっぱりその受け入れで数ピンが現物なのも大きいですよね。チーして5パン取れそうですね、うん、3ピン2ピンはまあまあ2ピンは勝負牌としてね、ちょっと下に寄ってる可能性もあるけど、それは打つ価値はあるってことだよね。まあ、実際ここでね、あの3ピンパコンって切って数ピンが簡単に出てくるメンバーではないと思うんですよ、うん、ただ例えば達也さんがポコンって数ピンをつもぎりましたに合わせて数ピン切られるパターンはあると思うんで。あるね。そう、そういうのを逃したくないってことだもんね。うん、ただね、ここも石橋さんオリジナルだよね。はいはいはい、あそこの老僧はリスクを負って、うんうん、いや、ダメだよ、切る前に答え言っちゃう。危なかった今ね、うん、ちゃんとね、至極の一曲コメントいっぱい見させていただいて、ダメっていうのを見たんです。ネタバレ良くない、うん、言わないようにしてすぐ言っちゃうから ね。あら、あら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 、あの論争をした人がね、うん、この手ではもう切ったよね。そう、今今切ったよね。今ね、切らない状態に戻りました。そうそうそう、ここはドラなのよ。これ多分残り手番ですよね。そう、自分の上がりがそこまで見えないから、テンパイ量安全に相手の上がりをさせないように、3ピン2ピンが絶対取る保証がないんで、安全にテンパイ取れるようにも考えて、あの老僧をした人は今度は繊細にこの2万を切るっていうのが、まずこれぞ最高位って思わせてもらったところだよね。うわ、チュンっぽい。全部チュンに見える。チュンっぽい。実際チュンもういないのに。
でもネタザナがね、積もるなんか期待しますよね。なんか期待しちゃうよね。うん、5枚目の宙、ね。5枚目の宙。このメンバーでも改めてすごいよね。これドラ統一落として、まあ、ちょっとね、あ、親は降りたか。もうね、さすがにね、さすがにドラポンしてないですからね。うん、で、またこの粘りっこい郷さんも ね、いいシャンテになってね。ただまあさすがに押せないと。終盤、まあもうね、これで。で、これ、テンパイよ。ローピン現物。うんうん。残り積も番2回かな ?2 回ですね。2回。これね、ちょうどね、この間ちょっと、同じようなケースで、他の場面で話したことあったんですけど、うん、これですね、リーチ結構いいと思うんですよ、僕。ほうほう、理由は?だって、これ例えば、まあ、今、下ちゃんの達也さんからリーチ入ってるわけじゃないですか。うん、で、今、自分の上がり抽選が受けられるのって、自分の積も番と達也さんの積も番。うん、の、 2パターンあるんですけど、自分の積も番は一発がつきます、うん、自順のね、うん、で達也さんが今積もぎる牌は一発がつきます。でなおかつ達也さんが2回後に積もる牌って配定なんですよ、うん、なんで打点が上がる偶然役の抽選っていうのは3回受けられるんですよね、うん、って考えると残り手番が少なかったとしてもリーチして上がれた時のメリットがめちゃくちゃやっぱりでかいんじゃないかなと、うんうん、安全に闇手にしてるんではなくて、うん、降りる選択よりもここは今度は攻めようってことで、攻めるんだったらリーチの方がいいってことね。やっぱ手番が少ない時のリーチって怖いんですけどね、うん、怖いけども、うん、上がれるのこれってなりますしね、やっぱ両系のテンパイでもないし、うん、ああなるほどね、うん、僕もリーチ打つんだけどね、はいはいはい、確かにこれっていいよね、やっぱりリーチ打つのは、うん、しかも5回積もあるみたいなもんだもんね、そう2人でやってるから。そして石橋さんの選択も同じくリーチだ。これドラトリゾートしてからリーチじゃない。それを一発よ。これね、メンタン一発裏一ドラドラトリゾートして、そう、しかもリーチが入った瞬間まあまあしんどい形から、最初に見えなかった最終形でちゃんと上がりが拾えるんですもんね。そう、うん、そこがやっぱこの神々の戦いっていうテーマにふさわしいかなと、うんうん、あれ結局ローソクしてなかったら結構手を崩すことになってると思うんで、現物の数万切ってると思うんですよね、うんうん、そうするとこの形にもなってないし、一回押す回る、うんうん、最後転敗する勝負する上がり、これが本当にいい上がりだったなって思うんだけども、やっぱりそれを演じたのは達也さんっていうブランド、鈴木達也ブランドと達也さんの実際ブランドに見合いすぎているリーチ、うんうん、あれリーチって言ってるのすごいよ、ね、なんかねこの、まあ、石橋さん特に見てると今思い出したのがあって、昔片山先生の漫画で、はいはい、おバカミーコっていう、はいはいはい、もう僕も大好きな漫画があるんですけど、うん、その中で、まあ、一人の新人の女流プロがベテランの麻雀、もちろん読んでると思うんで、うん、あれですけど、ベテランの麻雀プロに麻雀を教わりながら強くなっていくっていうストーリー の、うん、あの漫画なんですけど、その中で師匠 の涙目春さんが、うん、アドバイスとして言った一言があって、うん、麻雀は矛盾する二面性を内包していることが必要だと、うん、だ例えば一つ言うんであれば、その繊細さと大胆さとか、うんうんうん、まあ、あとはその強気、ここにいるわけね。そうですね、両極端にあるやつ、ね、そう、強気と弱気とか、うん、だから今回の石橋さんの選択ってまさにその矛盾する二面性を内包してるんですよね。なるほど。で最初はやっぱり大胆にローソクからいきます。でもその残り手番が少なくなってきた時には繊細にドラの統一を投資をします、うん、で、テンパイが入っていたら入ったら今度はメリットが大きくなるんでまた大胆に戻りますと、うん、だこれってやっぱりそのどちらが欠けててもこの結果って生まれてないと思うんですよね、うん、すごいよね、うん、そう考え、今のすごいいい説明だったよね。やっぱいいとこ持ってくよね、いつも最後そればっかり考えてる。なんかどっぽやっぱいいよね、うん、みたいな感じのコメントも多いからさ、やっぱね好きなもの最後に食べる。俺も言いたいのになんかすぐ取られるから取られるというか、まあ、あんまそう言えないけど、言えないんだけど言える風に今喋ったけど、今のいいと思う、すごい。本読んだ時使えそうなフレーズばっか探してやめてよ、そういうの出してくるのやめてよ、ちょいちょい。まあね、そういったその
選択の両面っていうのをこう両方見てもらうっていう意味でも今回はあの非常にあの見ていて見応えがある対局だったんじゃないかなと、はい、やっぱりねこれぞ鈴木達也と、うん、これぞ石橋信弘っていう2人のいいところが全部出たなっていう1曲を今回は取り上げさせていただきましたが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本当に神々の戦いにふさわしい曲だったと間違いなく思うの で、はい、で今回のねこの2012年のね日清降臨は DVD にもありますので、ね、これも全部の1曲がとにかくすごかったんでまだ見てない方はぜひ見ていただければと思います、はい、ということで今回も地獄の池はこれにて終了となります、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは皆様さようなら。